はい、どうも、ゆうのすけです。よろしくお願いします。はい、ではですね、今日もやっていきましょう。今週のザスパということで、ザスパ草津群馬のお話ししていきたいと思います。ではですね、現在ザスパはですね、22位、3勝、0分け、9敗ということで、まあ一応ね、J2 の最下位に、まあ沈んではいるんですけど、まあ今回はね、ポジティブなゲームの話もありますんで、ちょっと楽しくやっていきたいと思います。ではまずですね、12節 FC 琉球戦なんですけども、こちらは0対1の敗戦ということで、まあですね、前半37分にね、琉球の阿部選手がまあクロスに合わせてという形で、まあ、失点してしまったんですけども、まあちょっとクロスの対応がね、ちょっと、でも、まあ隙を突かれてという感じで、まあ決して悪かったという感じではなく、まあ相手が上手かったかなっていう印象はありましたね。まあ、一応ね、大前選手を中心に形は作れてたんですけども、まあ、ちょっと点が取れずっていう感じの時間が続いて、ただね、後半はかなりペースを握っていたと思います。はい。まあですね、まあ、ザスパの見どころみたいなものがそこまでなかった試合、そうですね、まあいい形は作れてたんですけど、まあ全部惜しいっていう感じで、まあ、惜しいシュートはね、もう前半の頭の方に大前選手なんかが、打ったりとか、結構ね、期待は持てたんですけども、まあ、相変わらずの、ちょっとね、得点力不足が露呈した試合でしたかね。ちょっと悔しいですよね、1点差で負けるというのはね。まあ、ちょっとね、転べば、全然勝てた試合運びができてたかなと思いますね、後半は特に。で、個人的マンオブザマッチということで、この試合に関してはですね、まあ、一応、青木翔太選手、まあ、後半途中出場だったんですけども、まあ、青木選手が入ってからよりね、なんかこう、いい感じの流れがね、できてたかなという、まあ、ちょっとざっくりした言い方であれなんですけども、まあ、戦術的なことはね、あんまり詳しく語れるほどのね、戦術感を持ってないもので、ちょっとざっくりですけども、青木選手が入ったことによって結構いい流れ作れてたかなという印象なので、まあ、今回青木選手良かったなと。まあ、もちろんね、ここに書いてある大前選手もすごく良かったんで、まあ、どっちか悩んだんですけども、まあ、大前選手はここに書いてあってのもあって、まあ、大木選手の活躍が特に良かったかなと思いますね。で、続いてですね、そこから間2日空いてね、まあ、5連戦の4戦目、レノファ山口との試合がね、まあ、水曜日にあったんですけども、まあ、この試合ですね、まあ、僕ちょっと地元でやらせてもらっているラジオ番組がありまして、でそちらにちょっと出演していた最中の試合だったんで、ちょっとですね、これ見れてないんですけども、まあ、その後ダゾーンでね、しっかり結果は、見たんですけど、まあ、ラジオの、ね、生放送中にもね、まあ、結果をね、随時ね、ちょっと言っちゃったりするぐらいね、そわそわしながらやってたんですけど、まあ、結果としては、2対1の勝利ということでですね、ホーム初勝利、おめでとうございます、ザスパ。いよいよね、やっとですね、7戦負けてましたっけ？はい、勝ちがなかったということで。まあでですね、まあこちらはですね、まあ先制は許したんですよね。まあ、イーウリ選手、後半6分、まあ前半は 0-0 で折り返して、後半に、イーウリ選手に、まあ、こぼれ球をね、対応できず攻められて失点してしまったということで、ただね、イーウリ選手みたいな、そういうターゲットになるような選手と、今までザスパが戦ってきた時って、まあ、ファビオ選手とか、まあ、新潟のファビオ選手とか、金沢のルカオ選手とか、まあ、そういったタイプの選手と当たった時には、割とこうやられてたんですけど、まあ、今回はね、このこぼれ球に詰められたシーンとかはあったんですけど、そこ以外では、まあ、シュートは打たれたりもしたけど、割と封じられていたかなという印象ありましたね。まあ、あとはね、元ザスパの高井選手がね、活躍してたんでね、ここには書いてないんですけども、高井選手入ってからね、レノファもね、いい流れ作ってたんでね、まあ、ちょっと嬉しいような、寂しいようなというか、まあ、惜しいシュートも打ってましたしね。まあ、そんなのって言うとあれですけど、そこは置いておいて、ザスパの話なんですけども、まあ、後半35分にですね、途中出場だった大前選手がですね、まあ、クロスからのね、まあ、こぼれ球というか、まあ、混戦状態の中でエリアゴール前でね、まあ、しっかりボールに合わせて、まあ、流れの中では今季初ゴールということでね、ジェフ戦の PK 以来の今シーズン2点目決めまして、ここで1対1に追いついて、まあ、後半47分ですよね。加藤選手、もうアディショナルタイム残り2分のところで、加藤選手がね、最後決めまして、まあ、ゴールのね、左隅ですか、グラウンダーのシュート決めてね、まあ、もうそれを守りきって、劇的な、ね、逆転勝ちですね。まあ、今まで先制された試合全部負けてたのかな？あ、違うか。ジェフ戦は取り返したんだっけ。はい。まあ、先制されてって言うとね、もういつも流れは基本的に悪かったんですけども、今回ね、しっかり逆転勝ちということでね、まあ、諦めない感じで出してくれましたね。
で、まあ、宮坂選手とジャスティン選手のね、ボランチコンビがスタメンだったんですけども、まあ、こちらね、なんか、まあ、以前ちょっと動画でもね、見たいな、スタートからなんて言ってたんですけど、これ、しっかりハマってたかなと思いますね。ジャスティン選手なんてね、まあ、ダゾーンさんの選ぶ、だったかな、ベスト11、J2 今節ベスト11に選ばれるぐらいの活躍でしたからね、まあ、守備でもしっかりボール奪ってましたし、まあ、惜しいミドルシュートに何本か、2本ぐらい打ってたかな。はい、で、まあ、パスでもね、前線にいいパス通してました。はい。ジャスティン選手結構スタメンで今後ね、なんか可能性あるんじゃないかなって思います。いや、良かったですね。まあ、なんか攻撃に偏りがちかなって思ったけど、しっかり守備もできたと思いますんで、まあ、このコンビは全然いいかなと思いますね。もちろん内田選手もいい選手なんで、まあ、ここはターンオーバーでね、過密日程なんでやっていくと思うんですけども、ジャスティン選手のまあ出場機会増えていくんじゃないかなって、より思わせてもらえるような試合でしたね。で、青木選手と新選手のね、2トップがスタメンだったんですね。だから今まで林選手と大前選手が組んでることが多かったんですけど、ここは変えてきまして、まあ、青木新コンビで入ったんですけども、こちらがですね、まあ、前線からね、プレスしっかり走ってくれますし、まあ、だからちょっと琉球戦のね、後半もね、青木選手と新選手途中投入で、まあ、その時は2トップではなかったと思うんですけども、まあ、今回ね、それを琉球戦の良かった流れを、まあ、前半というか、試合開始からちょっとやろうとしたのかなっていう印象はありますね。まあ、これがしっかりハマってましたね。まあ、後半で、まあ、2トップ同時入れ替えっていう形で、大前選手と林選手入ったんですけど、まあ、結果としてはね、大前選手点取ったんですけど、どうしてもやっぱりね、この青木選手、新選手が抜けてからやっぱ前線のプレスがねちょっと弱くなってたかなって印象は少しあったので、まあ、ここがね大前選手とかでもできるとより良いのかなっていうふうに思いますね。まあ、ちょっとタイプが違ったりはするんで一概には言えないんですけども、はい。で、まあ、大前選手ね、先ほどまあプレスの面ではちょっと言ってしまったんですけども、まあ、やっぱり入ったら違いを作れる選手だなと思いますね。まあ、ボール持ったらなんか可能性感じますし、特にやっぱ加藤選手と大前選手が同時にいるときっていうのは、なんかやっぱりこう、二人ともボール持てるし、まあスペース活かせるしみたいな形で、まあチャンスメイクもできてフィニッシャーにもなれてみたいな選手が二人いるっていうのは結構いい流れが作れてるので、まあやっぱり大前選手が入るとちょっと流れ変えるっていう点では、やっぱこう影響力のかなりある選手だなっていうふうに改めて思いましたね。結果大前選手入ってからね、いい流れ何本か作れてたんでね、やっぱいい選手だなと改めてザスパに来てくれて、来てくれてっていうのもあれですけど、ありがとうというかね、まあ、今後もね、大前選手ね、だんだんコンディションどんどん上がってるように思えるんで、まあ、ここで流れの中から1点決めたので勢いに乗ってね、ここからもっと点取ってくれるんじゃないかなと思います。はい、ではですね、個人的マン・オブ・ザ・マッチというのは、まあ、やっぱり加藤選手になりますかね。まあ、ベスト11選ばれたジャスティン選手も良かったですけども、いや、なんといってもやっぱ加藤選手のアディショナルタイムの決勝ゴールというのはね、もうね、痺れましたね。まあ僕もね、ちょっとリアルタイムで見れてなかったんで、速報を見たんですけど、うわーって思わず言っちゃったぐらいね。はい。そんな感じで、まあしっかりね、初勝利、ホーム初勝利取りまして、まあ、今シーズン3勝目になってね、連敗も止まりましたんで、ここでね、勢い乗って次の試合勝っていきたいなというところで、次の試合がですね、まあまさに今日ですね、土曜日。今日の土曜日の試合になるんですけども、まあ、こちらもう一個のボードにちょっと、ね、書いてきました。はい。相手がですね、ファジアーノ岡山ですね。すいません、ちょっとね、手で全部やってみバタバタなんで。はい。ファジアーノ岡山ということで、こちらですね、相手、現在13位のチームですね。まあ、スパイよりはちょっと、まあ、9個上のランクにいる選手。まあ、チームなんですけども、まあ、4勝4分け5敗ということで、まあ、負けの方が多いんですけども、まあ、勝ち点は16ポイントで、まあ、直近の試合で言いますとね、栃木戦がまあ2対1で敗北で、新潟戦が1対0で勝利、徳島戦が0対0の引き分けということで、まあ、1対2、1対0、0対0と、まあ、あんまり大味な試合がなくここまで来ているということで、まあ、特徴としてはやっぱりこの守備ですね、まあ、あんまり大量失点がないというのが、まあ、表してると思うんですけども、まあ、浜田選手というね、センターバックの選手、こちらいい選手なんですけども、まあ、浜田選手中心とした粘り強い守り、まあ、ディフェンスだけじゃないんですけどね、全体、人を使って、こう、なんていうんですかね、全員守備というか、
まあ、結構ね、やっぱ守りが売りかなっていうチームですかね。で、まあ、攻め方としてはロングボールを多用してましたね。まあ、僕が見た試合ではですけど、普段がね、どういうスタイルかちょっと調べきれてないんですけども、まあ、僕が見た試合の印象ではロングボールを結構多めに使っていて、まあ、そこからサイドなんか使ってね、展開していくなんて試合、シーンがね、多かったかなと思います。ただね、ロングボール多用するからといって、結構後ろに重心を置いて、こう、引きこもりサッカーっていうか、まあ、それ言い方悪いですけど、まあ、ドン引き。こう、がっつりね、後ろを固めて、前線に放り込んでみたいなサッカーではなくてですね、結構前線からプレス行ったりとか、そうですね、そういう守りもしていたんで、まあ、本当に前からも守備するし、まあ、本当にやっぱ守備がいいチームかなと思いますね。まあ、攻撃面で言うとね、この上条選手というね、まあ、左サイドに主にいる選手ですかね。まあ、ここに注意が必要かなというところで、まあ、直近ではないんですけど、ミッドホーリーホーク戦で、ね、2ゴール決めてまして、まあ、1点目の、ね、ミドルシュートなんかね、本当に見事なシュートだったんで、まあ、ちょっとね、遠目からのシュートもあるし、まあ、チャンスメイクもできるし、みたいな選手なので、まあ、こちらの上条選手、まあ、注目というか、注目というか、気をつけなければならないプレイヤーかなと思います。はい。まあ、その上でですね、注目のプレイヤーはまた別にいまして、ゴールキーパーのポープ・ウィリアム選手ですね。まあ、今シーズンから岡山に入ってきて、まあ、もうね、守護神務めてますけども、まあ、僕の個人的な意見としてですけど、G2 屈指のゴールキーパーの一人なんじゃないかなと思いますね。まあ、好セーブもね、非常に多いんでね、これハイライトとか見てるだけでも、ポープ選手の活躍がわかるぐらい、しっかりね、止めてるんですよね。もう構成も多くて、まあ、先ほどから言っていた、まあ、守りがいいっていうところの面で、まあ、堅守をより支えている選手の一人かなと思います。だからこの、ね、ポープ選手からいかにゴールを奪うかっていうところが注目ですね。それこそ、まあ、大前選手だったり、まあね、今日もスタメンで出るかな、青木選手だったり、ね、フォワード陣の、ね、活躍により一層期待して、まあ、ポープ選手の牙城を破ってほしいなと思います。ではですね、今日は、ね、土曜日の試合ということなんでね、まあ、今日の動画アップされた日にね、試合なのでね、より一層こう、これを見て、動画の後に試合を実際見てもらえたらいいかなと思います。では毎週ね、土曜日こうやってね、ザスパの話していきたいと思いますので、引き続きね、こちらを見続けていただけたら嬉しいと思います。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。頑張れ、ザスパということで、また来週な。ありがとうございました。